パチに固定、非脳システムと中央に空洞を持つ。A マッンが毛細血管で終わる動脈声だ。内側非脳中のいくつかで輪を作り、一つは中央非脳を貫通する。B 柄状の繊維質組織 N 神経管が中央の非脳に向かう。そこで白色物質を失い、軸索に沿って反対側に伸びる。そこで最後に結節し拡張する。カタンノである。 パチニ固定は、主に皮膚に見られる主要な4種類の機械受容体の、うちの一つである。イタリアの解剖学者、フィリッポ・パチーニが発見し名前に由来する。別名ファーター・パチニ固定、ファーター・パチニ相板固定とも言う。これは、パチニとエイブラハム・ファーターの発見によるもの。これら固定は、腸管膜、特に膵臓、しばしば関節近くに見られる。 ルフィに週末のように深い皮下組織に見られ、迅速適応受容体とみなされる。生理機能はマイスナー固定に似る。パチニ固定はメルケル細胞とマイスナー固定のいずれよりも大きく、数は少ない。卵形で長さ約1ミリメートルである。固定全体が結合組織層に覆われている。繊維質結合組織と繊維目細胞からなる。 ゲル状物質で隔てられた20から60層の同心状白層を持つ。白層は手腕細胞に変えられて非常に薄く扁平である。固定の中央には内側に球根状のもの、つまり球心性無髄神経の終末を携えた流体に満たされた空がある。パチに固定はあらゆる圧変化と振動を感知する。どんな昇球における形態変化によっても 軸索膜の張力を感じる、ナトリウムイオン透過性の機械需要チャンネルが開く、ことにより需要器電位が生じ、需要器電位が四季位置を越すと、電位依存性ナトリウムイオンチャネルが開き、活動電位が発生する。特に振動に対して敏感で、1センチメートル離れた刺激でさえ感じることができる。パチに固定は、神経終末を覆う結合組織の層が、多数のために、皮膚が、 ギザギザ状に動かされた時に反応し、安定した圧力では反応しない。これは結合部の高速度変化に対して反応するからだと考えられている。ありがとうございます。